はい、皆さんこんにちは。今回は上りの墨肉溶接を軟膏の棒を使用して溶接していきたいと思います。まず1層目の進行方法ですが、このように小刻みに少し粗めに進行していきます。で、こちらが溶接映像になります。このようにしっかりとプールの形を見ながら進行をしていきます。このオレンジ色の部分をしっかりと見てもらうとわかると思いますが、このプールの形がスラグを剥がした時のビードの形になりますので、このプールで幅をしっかりと揃えていって、プールが母材にペタッとなった瞬間に反対側へ進行していくようにします。ここでペタッとなっているのに端で止めすぎてしまうと、よもりが膨らみすぎてしまい、ボコッとなったビードになってしまいます。なので、このオレンジ色のプールが溶接している箇所でペタッとついたら、すぐに反対に移動するようにしてください。ペタッとなった瞬間にこのオレンジ色の部分を見てもらうと分かりますが、このノロが下に流れてくれますので、流れたのを目安に反対側へ進行すると溶接はしやすいかなと思います。で、今の映像はスロー再生でつなぎ方を撮影しています。このようにアーク調を少し離し、最初に溶接しているプールの形に沿って溶接棒を動かし、また同じように上りながら進行をしていきます。2層目3層目でよりつなぎの映像が見やすいかなと思いますので、そちらを参考にしていただけるといいかなと思います。1層目はとにかくなるべくペタッとした溶接ビードをつけたいので、粗めに進行して薄く溶接ビードをつけるようにしています。で、今回は軟膏を使用した動画なのですが、次は低水素棒を使用した動画も紹介しますので、そちらも良ければ視聴してみてください。軟膏棒と低水素棒ではビービング方法や進行法などが全く違いますので、今回紹介する動画とは全く別の内容になっていますので、そちらも参考になるかなと思います。何度も言うようですが、アーク溶接はどの体勢でもこのプールの動きというのがとても大切になりますので、このプールの動きにしっかりと注目するようにして溶接をしてください。で、こちらが1層目を終えたビード外観です。スラグを除去するとこのような感じになっています。で、次に2層目なんですが、2層目も1層目に似ているのですが、このように少し粗めにしっかりとプールの動きを見ながら溶接をしていきます。この時に1層目の幅を両端1ミリぐらいは越して溶接をしますので、少し1層目よりも両端止める時間が長くなっています。ここでプールの動きを見ずに1層目と同じスピードで溶接をしてしまいますと、両端がアンダーカット気味になったりオーバーラップ気味になってしまいます。なので、しっかりと棒を止めてプールの動きを見て、ノロが下に流れてきたなと思ったら反対側へ移動して進行を続けていくようにしてください。今回は軟膏棒で粗めですが、細かめの波でパイプなどを溶接するとこのような感じのビードになります。こちらの方が好きという方もいると思いますので、こちらの細かい波が好きな方は、次に紹介する低水素棒の動かし方を真似してもらえると、先ほどの写真と同じビードにはなりますので、よければ試してみてください。で、つなぎの仕方はこのように少しアーク調を離し、ビードの形に沿って溶接棒を動かし、また同じ動きで進行していきます。軟膏棒でも低水素棒でも粗い波が好きな方や細かい波が好きな方がいると思いますが、僕は軟膏棒は粗めに溶接をするようにしていて、低水素棒は細かめの波で溶接をするようにしています。なので、次回紹介する低水素棒の動画では溶接ビードは細かく溶接していますが、今回の軟膏棒は粗めのビードをつけるようにしています。なぜ軟膏棒は粗めのビードで低水素棒は細かめのビードかと言いますと、まず RT 検査や PT 検査がある時などはだいたい低水素棒を使用することが多いです。軟膏棒だと RT は通らないというのを聞きましたので、低水素棒で溶接をするのが基本的だと思うのですが、まずその RT の通せる低水素棒を使用した時に粗めのビードで溶接してしまいますと、血管も入りやすいと思いますし、 PT 検査がある場合などは粗めの波だとその波と波の間に PT の浸透液が残ってしまい、 PT 検査に通らないと思います。なので、低水素棒はしっかりと肉のたまった細かい波をつけることが一般的だと思います。で、その RT 検査や PT 検査がなかったりする場合に
軟膏棒を使用することが多いと思いますので、軟膏棒は丁寧に確実に溶接していける粗めのビードで僕は溶接をするようにしています。で、2層目の仕上がりはこのような感じです。ここが継ぎ目です。先ほどの継ぎ方だと継いでいる箇所は分かってしまいますが、平坦な状態にはなっているかなと思います。で、次に3層目を溶接していくのですが、3層目は2層目同様、幅が広くなっていく分両端留める時間は長くなっていきます。で、幅の目安は両端1ミリ程度、コスぐらいの幅を目安に溶接をするようにしてみてください。で、3層目も今の映像のように2層目同様、両端しっかりと留めてプールを見た時にプールからノロが流れているのが確認できたら、もう反対側へ移動して溶接をしていく形になります。この時に荒すぎるとプールとプールが接合されなくてアンダーカットが入ったビードになってしまいますので注意してください。ギリギリつながる程度の進行幅で溶接していくと綺麗な粗いビードになるかなと思います。このプールの動きさえしっかりと見ていけばアーク溶接のコツはつかめるかなと思います。で、3層目もつなぎは1層目2層目同様、アーク長を少し離し気味にして下の最終ビードの形に沿って溶接棒を動かしてからまた粗めのビードで進行していきます。アーク長は基本的に 2-3 ミリ程度を保つようにして溶接をするようにしてください。このアーク長が短くなりすぎたり離れすぎたり頻繁にアーク長が変わってしまいますと、この溶接ビードのよもりの膨らみ加減が変わってきたりして少し外観が悪くなってしまいますので、できるだけアーク長の変動はないように溶接をするようにしてみてください。今回の説明を踏まえて縦向き溶接の軟膏棒を試してもらえば綺麗な溶接はできるようになるかなと思います。これからも新しいカメラを使用していろいろな溶接方法を撮影していきますので、よければこれからもご視聴よろしくお願いします。それとチャンネル登録もよければよろしくお願いします。今回ちょっとアングルが薄くてあまり綺麗な溶接にはなっていませんが、このような感じでしっかりとプールを見てもらえばある程度の溶接はできるようになるかなと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。